皆さん、こんにちは。不動産テックコンサルタントの牧口です。本日はですね、WeWork の社長が辞任という、まあ、速報が入ってきましたので、それについてご報告していきたいと思います。以前の動画でですね、まあ、WeWork の IPO 延期のお話しさせていただきましたが、まあ、アダム・ニューマン氏ですね、えー、まあ、経営管理、手法に、まあ、疑義が出ていて、えー、株主の ソフトバンクですね。今29%の株を持っているんですけれども、まあそこからも辞任の要求が出ていたと。で、これを受けてですね、9月24日木曜日に米国各メディアがですね、まあ WeWork 社長のですね、アダム・ニューマン氏が、えー、まあ社長辞任という報道をまあ一斉にしました。で、WeWork の取締役会はですね、今後、コーファウンダーで CFO でもあるアーチ・ミンソン氏と、元副会長のセバスチャン・ガニンガム氏が共同 CEO になるというふうに表明をしました。で、まあ両者はですね、 え、会社の歴史の中でこの重要な瞬間に WeWork を率いることは非常に名誉なことですと。で、WeWork は高い収益性で、まあ、高い成長、収益性、ユニークなエクスペリエンスのバランスを取りながら、IPO の的確なタイミングを評価するための明確なアクションを行っていきますというふうに表明を出しています。 で、まあ、アダム氏の問題だけでもなくてですね、まあ、赤字体質の改善も求められている WeWork なんですけれども、今、取締役会の方ではですね、従業員の3分の1のレイオフも検討しているというふうに報道されています。で、これで否定しようという意図なんですが、まあ、ニーマン氏は WeWork の CEO を辞任しただけで、親会社である w e c o m p a n ですね、そこの非常勤会長というのは引き続き務めるということで、まあ、依然として経営には関与する形ですね。まあ、ただ、ニーマン氏の え、まあ、議決権ですね。まあ、通常の20倍の議決権で、まあ、非常に非難されたわけですが、まあ、一旦半分の10票にしたんですけれども、今回さらにですね、えー、まあ、議決権が1株当たり3票に変更されるようです。これによってなんとか12月31日までに IP を実現したいというのが WeWork の現状なんですが、ちょっと依然として、先行きは不透明な状況ですね。 で、ビーバーカーガバナンスを再構築できるまでに IPO を無期限に延期する必要があるっていうふうに、まあ、ゴールドマンサックスやエクソン、ノバルティスといったですね、主株主は指摘をしているわけですね。で、470億ドルの評価額が150億ドルまで下がってしまったわけですが、まあ、さらに100億ドルぐらいまで下がりそうな印象です。 で、IPO 計画が頓挫しつつある中でですね、まあ、ブルックリンの巨大なオフィスビルのプロジェクトは着々と進行していて、WeWork と r u ィ i n Development、Boston Property などによる共同プロジェクトの Doc72 ですね、 え、こちらが2019年の後半にもういよいよオープンするということですね。これ2013年にですね、計画されたものだったので、え、着々とその準備が進められてるってことですね。まあ、これからの一層の成長っていうことが必要とされてるウィーバークなんですけども、まあ、市場規模は3兆ドルですって言ってですね、まあ、まだ0.2%ぐらいしかシェア取ってないんで、これからどんどん成長できますっていうふうにまあ言ってるわけですが、まあ、え、複数の報道機関によるとですね、まあ、それはちょっとまあ、 会議的だよねっていうふうにも指摘されています。WeWork のビジネスにフィットしないターゲットも数多くいるからですね。なので今後の成長可能性にはまあ会議的ということで複数の不動産専門家が指摘しているということですね。で、これで割り送ったのが同業他社ですね。インダストリアルズやブリーザーといったですね、まあ、コワーキングスペースを提供するようなスタートアップですね。えー、まあそういった競合他社がいるんですけれども、まあ、今後資金調達ちょっと難しくなるんじゃないかなっていうふうに見られています。 で、まあ、今後のですね、アダム・ニューマン氏の動向なんですけれども、そうは言っても、アダム・ニューマン氏はですね、もう7億ドルでですね、まあ、株をすでに売り抜けていて、まあ、マンハッタのダウンタウンに2つ家を持ってますし、サンフランシスコ郊外にも持っていると、あとウィーワークに貸してる、まあ、4つぐらいのビルとかも持っているということで、まあ、不動産かなり持っていて、押、まあ、しも押される億万長者なんですね。なので今、何をやっているかというと、そのお金でですね、多くのスタートアップに出資をしているというふうに聞いています。まあミニソフト バンクビジョンみたいな、そんなことをアメリカではマーケットで行われているようです。なので、えー、まあ、報道とかではですね、え、アダム・ニューマン氏は引き続き億万長者のように振る舞うだろうみたいなことも言われています。さて、気になるのはソフトバンクの動向ですね。 え、まあ、ソフトバンクとしては IP を無期限に延期させて、えー、なるべくちょっとその自分たちが出した評価額ですね、470億ドルっていうのを維持したいっていうのが、まあ、意向なので、そのためにはですね、ソフトバンクビジョンからではなくて、孫さんが個人的に出資をするんじゃないかみたいな報道もされています。さて、本日はですね、WeWork 社長 辞任というですね、ニュースでお話しさせていただきました。これによってですね、懸念されるのは、日本のスタートアップ市場への投資資金が、まあ、冷え込むじゃないかっていうところの懸念ですよね。えー、まあ、ちょっと、きな臭い匂いがしてるなあという感じではあります。えー、まあ、医がですね、えー、過剰評価っていうふうになっちゃうとですね、市場全体がそういうふうに見られる可能性もなきにしもあらずなので、えー、まあ、そことはですね、全く関係ないビジネスモデルでやってる、不動産テックの会社がですね、割を食うことがないようにですね、説に期待するところでですね、今後も引き続きですね、市場の 動向と情報を発信させていただきたいと思いますので、よろしければチャンネル登録の方をお願いいたします。